はい、浅草の映像を送ってもらってます。これがですね、金曜日の午後2時か3時ぐらいの映像ですよ。通常でしたらね、ワンサと人通りがあって、こんな風にね、向こう側なんて見えないものですけども、まるで早朝とか深夜の閉店後の店舗前みたいですよね。シャッターはだいぶ閉まっていて、5軒ぐらい閉まっていて1店舗空いてるかなってペースですよね。こんなことになってしまうんですよね。なんか数ヶ月前ですよ、私ここに来て、もみくちゃにされながらお土産をね、必死に海苔とか扇子とか買ってったのは、なんだかこうあれですね、涙が出そうになりますね。まるで我が国が戦争になんか負けたみたいなね。で、こんなことで日本の老舗ってのは守られるんでしょうか。本当に日本の店舗ですとか飲食とか文化とか素晴らしいものがインバウンドを成功させてきたはずなんですけども、このまんまこういった中店がですね、閉店する店とか潰れてしまう店が増えてしまうと、その後ここのね、仲見世通りってのは誰が守っていくんだろうなぁと思っちゃいますわね。本当になんか恐ろしいですね。負けずになんとか頑張っていただきたいと思いますけど、ちょっと難しいですね。